ベティライトはアメリカ合衆国出身の女性シンガーソングライター。グラミー賞を受賞した楽曲、Where is the Love? などが知られ、60年以上のキャリアを誇る、同国の代表的 R&B 歌手の一人。フロリダを拠点に地位を確立したことから、マイアミソウルの女王とも歌われた。フロリダ州マイアミに生まれた。本名はベッシー・レジーナ・ノリス。2歳の時に、 兄弟姉妹で結成したザ・エコーズ・オブ・ジョイというゴスペルグループに参加。1971年、17歳の時に発表したクリーン・アップ・ウーマンがビルボード・ホット100の6位、R&B チャートの2位を記録した。1975年、楽曲ウェア・イズ・ザ・ラブでグラミー賞最優秀 R&B 楽曲賞を受賞。1978年のアルバムベティ・ライト・ライブから シングルカットされた To Night is イト Night のライブバージョンは R&B チャートの11位を記録した。1980年代自主レーベルミズ・ビ B レコーズを設立。近年のベティ2020年5月10日未明ガンにより地元マイアミで死去。66歳。前日のクリーン・アップ・ウーマンは1994年に 小沢健二が発表したシングル曲ラブリーでサンプリングに用いられているアルバムありがとうございます。